ルセラフィムは18日と19日、ソウル・ソンバクオリンピック公園オリンピックホールでファンミーティング、フェアナダ 2023SS を開催しました。オープニングから強烈で、ノーセレスティアとアンチフラジャイルを熱唱し、ファンは大きな歓声でメンバーを迎え、メンバーたちは、今回を通じてルセラフィムとピオナがお互いの恐れをなくしてくれる心強い仲間になるだろう、と挨拶をしファンとの絆を深めました。メンバーたちは様々なゲームコーナーも進行し、気の利いたトークで上手に観客の参加を誘導し、ファンも盛り上がり、ブルーフレームでは客席に登場し、観客と目を合わせ、近くで呼吸して忘れられない思い出をプレゼントしました。メンバーたちは、感情が一気に上がる。どんな姿でも愛してくださって自信ができる。ただ一度もこの愛が当たり前だと感じたことがない、と気持ちを明らかにしました。そして3月19日はメンバーさくらの25回目の誕生日でした。ファンたちが何かあるだろうと期待していたこの日、メンバーたちはさくらのためにサプライズイベントを用意していました。さくらの HKT 時代の伝説の曲、夢でキスミーをみんなで歌いながら、ケーキと桜色の花吹雪でサプライズバースデーパーティーを開催。これにはさくらも、本当に知らなかったと驚きます。そしてメンバーに釣られて歌い、お決まりのダメ、今はダメ、夢の中でキスしてのセリフまでも披露しました。このサプライズにファンたちは大興奮。会場は歓喜の声にあふれました。この情報がネットに掲載されると会場に行けなかった世界中のファンからも、桜誕生日おめでとう。結局自分で歌うの面白い。まだ若かった桜がこの曲を何千人の前で歌ったのは本当に驚きだ。今後もアイドルでいてください。桜ちゃん素敵なメンバーに恵まれて幸せだな。最高すぎる。メンバー全員が本当の家族のように愛し合ってるようだ。など温かいコメントが寄せられています。そして特に多く寄せられたコメントがメンバーのユンジンに対してのものでした。ユンジンは同じメンバーにもかかわらず桜の大ファンで、携帯の待ち受けも桜に設定するほど桜オタクで有名です。そんなユンジンは桜のソロ曲夢でキスミーを日本語の歌詞にもかかわらず完璧に歌い、桜が歌っている姿を愛おしく見つめていました。このユンジンの姿にファンから、ユンジン嬉しそう、飛び跳ねるユンジン可愛い、ユンジン、桜のケーキを守っていた、というコメントが寄せられています。またこの曲は桜へのサプライズイベントだったので、メンバーたちはこっそり練習して覚えていたそうですが、ファンミーティングの準備中にユンジンが桜の隣で無意識に口ずさんでしまい、桜に突然、と突っ込まれ危うくバレてしまいそうになる裏話もし、会場の笑いを誘いました。今回のファンミーティングを通じて、ルセラフィムのメンバーの仲の良さや温かさが伝わり、ファンも心和むひとときを過ごしたようです。